アルストムは鉄道車両の製造をはじめとして通信、信号、メンテナンスなど鉄道に関連する総合的技術及びソリューションを提供するフランスの多国籍企業。鉄道車両メーカーとして中国駐車に次ぐ世界2位のシェアを有している。本社はパリ近郊のサントアン。ユーロネクストパリ上場企業。現在のアルストムは 鉄道関連の専業メーカーであるが2015年以前は充電コングロマリットとしての歴史を持つ。アルストムはアルザス地域圏で1826年に設立されたアルザス建設機械とアメリカ合衆国のゼネラルエレクトリックが第一次世界大戦後の1922年にフランスに設立した子会社のコンパニーフランセーズトムソン・ヒューストンが1928年に 合併し設立された。社名は両者の頭文字の合成に由来しており、このため綴りは現在と異なるアルスサムであった。アルザス建設機械は、不仏戦争により、アルザス地域圏がドイツ領となった1872年以降は、ベルホールに拠点を定め、機関車の製造を中心に発展し、第一次世界大戦期には5000人以上の従業員を抱えていた。 1932年に電気機関車を製造していた Constructions Electric de f r a を買収。1937年にトロリーバスを製造していたベトラを買収。第二次世界大戦後はベルフォールとフランス南西部のタルブの漁師用工場を再稼働し、フランス電力にタービンを供給し戦後復興に貢献する一方、フランス国鉄向けの電気機関車を製造し、 1955年には、電気機関車の CC-7017 が、最高速度時速331キロを記録した。1969年に、コンパニー・ゲネロル・ D ・エラクトリステにより、過半数の株式を買収され、以後は、くじの子会社の位置づけとなり、1976年には、造船事業を行うレシャン・ティエス・デール・オットオロン・ティックとの合併により、 アルスサムオットーロンティックとなった。この間鉄道車両については、1972年にフランスの高速鉄道 TGV の試作車両を製造、1981年9月に営業運転を開始した TGV は会社の新たな看板製品となり、1990年に営業開始した TGV オットーロンティックは当時の世界最高速度時速515キロを 記録した。1989年6月に、ゼネラルエレクトリックのイギリスの電力事業主会社との合弁企業 GEC アルスサムが設立された後、1998年にアルカテル・アルストムとゼネラルエレクトリックの間で行われた協議の結果、通信及び防衛事業への集中を起とするアルカテルがアルストムを分離することが決定し、アルストムは 株式公開企業となった。再度独立後のアルストムは、鉄道車両の製造を中心とする交通インフラを担当するアルストムトランスポールとともに、発電機やボイラーなどの電力インフラ事業及び、送配電事業を行っていた。このうち鉄道関連については2000年に、フィアットの鉄道関連部門を買収、従来の動力集中方式に変えて、 動力分散方式を採用した次世代高速電車のオータモトリス・アグランデ・ビテスの試作車を完成させた。他方、電力インフラ事業については1999年、高出力、ガスタービン事業の強化を主な目的に、スイスのアブとの共同出資でアブ・アルストム・パワーを設立、2000年にはアブ保有株式をアルストムが買い上げた。 しかしガスタービン事業は期待した効果を得られず、経営危機に陥ったアルストムは2004年にフランス政府の支援を受け、欧州委員会の指示を受け、総配電部門をアレバに売却。2006年5月には造船事業を行う子会社を売却した。副調を受けて、同年4月 V グがアルストムの株式の2割を買収し新たに大株主となり、2010年に あればから送電事業を買い戻してアルストムグリッドを設立した。しかしその後、ゼネラルエレクトリックから電力インフラ事業を行うアルストムパワーとアルストムグリッドの買収提案を受け、2015年11月に両事業を売却、2018年には再生可能エネルギー、送電。 原子力事業に関連したゼネラルエレクトリックとの合弁事業のアルストム持ち分を最終的にゼネラルエレクトリックに売却した。鉄道関連の専業メーカーとなったアルストムは2017年9月、シーメンスの輸送部門と統合し、双方が株式を接班する新会社、シーメンス・アルストムを設立する覚書を交わし、2018年3月には、 合併契約を締結したものの、2019年2月、欧州委員会は、両社の経営統合は、競争を阻害するとして、合併計画を却下した。2021年1月、ボンバルディアの輸送部門の買収を完了し、世界2位の鉄道車両メーカーとなった。TGV タイプの高速鉄道車両、システムを積極的に売り込んでいるほか、フィアットの鉄道部門から、 フリコ式車用、ペンドリーノの技術を引き継いでおり、時速 250km 程度までの路線にはこちらも売り込んでいる。アルストムリンクアルストムリンク式の台車の例、アルストムが開発した台車の軸箱支持方式は、アルストムリンク式として有名である。この軸箱支持方式は、従来のペデスタル式台車の欠点である軸箱盛りと、軸箱との収道を防ぐため、 軸箱を台車枠から2本のリンクによって指示するものである。同社の開発した方式では軸居の変化をなくし、軸箱の動きを妨げないようにするため、各々のリンクを段違いに配置したワッツリンクとなっているのが特徴である。日本では一部の大手私鉄で1960年頃の一時期採用されたことがあり、小田急電鉄の車両では近年まで、 継続的に採用されている。なお、日本国内における製造ライセンシーだった、住友金属では、アルストム方式とは称さず、住友ンク方式と称していた。日本法人として、アブアルストムパワー株式会社、アルストム株式会社が、かつて存在した。ありがとうございます。